双子散歩です。今回の双子散歩は上野です。早起きをして気合を入れてやってまいりました。今回訪れたのは東京国立博物館で行われているハローキティ展です。初日に大混雑で大変なことになっていたニュースを見たので恐る恐る来てみたのですが、今回はスムーズに入れまして最初からテンションが上がりました。エントランスでは可愛いキティちゃんがお出迎えしてくれました。デビュー当時の初期のキティちゃんなんですね。過去に発売されたたくさんのキティちゃんのグッズたちが展示されています。子供の頃持っていた懐かしい文房具がありました。この辺は憧れのキティちゃんだらけですね。とっても欲しかった覚えがあります。お小遣い貯めて買った懐かしいグッズがたくさんあります。見てるとキティちゃんもどんどん進化していますね。おしゃれになっています。懐かしい靴がちらほらありました。チケットについていたトートバッグもテンション上がりました。2階に上がるとファッションのトレンドコーナーがありました。そしてセンタードームの2階では過去のキティちゃんとのコラボがたくさん。いろんな企業とのコラボがたくさんあったんですね。リカちゃんもあったんですね。大人気のちいかわとのコラボも。ふなっしーも。そしてこちらは変身の元祖ご当地キティシリーズが展示されていました。日本全国のキティちゃんは各地域の名物のコスプレをしていました。時々方言も混ざっていますね。私たちの出身の新潟もありました。こちらはかわいいを全身で体験できるフォトスポットでした。あ
の頃の少女に戻ってついついはしゃいでしまいました。キティはいつも私のそばにいた。こちらのコーナーは30人のアーティストが私とキティをテーマに制作したイラストレーションの展示コーナーとなります。いろんなイラストレーターさんがキティちゃんを描いてくれて、隠れキティちゃんを探すのも面白かったです。グッズ購入に1時間待ちで、購入時間が10分と聞いたので今回は諦めました。デビューから半世紀を迎え、今や世界中で大人気のキティちゃん。たくさんのキティちゃんに会えてとっても嬉しかったです。ずっとそばにいてね。ありがとうキティちゃん。帰りに食べようかなと思っていたクレープも、たくさんの行列で時間がかかりそうだったので、またまた諦めてしまいました。気になっていたカフェ御徒町のカバブレさんでクリームソーダをいただきました。こちらのクリームソーダはとっても美味しかったです。フローズンになっているレモンが特に美味しかったなと思いました。ハローキティ展は来年の2月24日までなので、ぜひ遊びに行ってみてください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。